はい、みなさん、こんにちは。こんにちは、トムチンです。兄貴です。アシです。よろしくお願いします。お願いします。さあさあ、はい、フロアはね、うん、これできましたので、うんうん、とりあえずじゃあ、まずチェストを置いてみますか。あ、そうだね、うん、そう、どういう感じになるのかなと思うよね、うん、チェストが入れますか、うん、ねえねえ、おはやちは。おはやちは。大量にチェスト、あ、ここに64個ある。すごい、めちゃくちゃある。うん、やっぱ物資があるとね。そうですね、思い切って作れるでいいよね、うん、さあ、どうやって置くかな。効率よく置きたいから、うん、効率一番よ、はい、ね、うん、こういう向きか、こういう向きで、ここに額縁貼るって感じ。そうじゃない、どういうのかな。縦でしょうね。縦か、こっち向きになるかな。こっち向き、そうすれば、うん、ここにガーッと出るんで。ここの余った空間はどうしてくれる。ここですか、うん、ここは喧嘩ですか。まあでもそうか、そっちの方がいいか、見やすいよな。まあ泣いといたろ、お願いします。ちょっとそこは仲良くしましょう。そうだね、うん、これが多分いいと思うけどな、うんうん、あ、いいね、この壁の壁の作業台ね、うん、いいでしょ。ちょっと広い方がそう見渡せるでな。最初にも置いとく、ここっちに調和を、あれやん、調和をちょっと大事にしようとするやん。しましょうよ。ダメでした。、うん、早くもこの自分の持っとるものをどっかに入れたいよ。そうっすよね、うん、結構邪魔っす。お、もう収納衝動が抑えきれなくなってくるよね。そうね、これついつい収納の衝動がもう、うさ、いや、分かってた。いや、うさ、収納流したやんでさ、そのまますっと行かせろ。収納に対する分かったってもう。ここなかくら、あ、すげえ、なんか急に圧迫感が。いいよね、でもあれ、うさ、ちょっと待って、どっかのチェストにチェストを入れるの、あの、ね、迷子、チェスト迷子、チェスト迷子。オッケーオッケー、あ、すごいすごい、圧迫感がすごい。うん、でもちゃんとね、3マス3マスで通る。綺麗やね。ね、うん、綺麗。よし、これを使っていくと。うん、あとは額縁を、ね、額縁、とりあえず、うん、牛2頭をドナドナすれば、うん、あとはまあ、そうやね、うん、元なる山となるやで、一旦の荷物を預けたいですよね、本当。そうなんだよね、これが本当に頑張って、なんかグロースをいっぱい持ってきてくれたらいらんないからね。あれとなっては、はい、逆になんでこんな持ってきたみたいな、うん、ちょっと多いな。でも、おい、寝て起きたらちょっと牛狩りに行きますか。はい、おやちゃん、おやちゃん、じゃあ、はい、僕、うん、引きつけるんで、ジュースさんそのフェンスで良きところに。はい、了解了解。この辺作りますか。はいはい、大牧場作らんでよかった。大牧場、大牧場にしましょう。ねえ、みっちみちに。じゃあそこをストンストンストンって落としてきて、うん、フェンスでパーッとこう囲ってください。了解了解。アギーズもちょっと引き見てみよう。こっちどっち行った。ミスター端っこ、端っこな。はい、ルネーサンス情熱。どうしたん急に。何が起こったん。あ、曲、はい、おーおーおー、ほら、もう来ました早っ。はい、羊も共に、はい、もうざっとこんなもんですわ。素晴らしい。レベル最大の村人がこんなことあるよ。え、農民。うん、農民。ああ、なんかあいつ、あいつか、うん、あっちの村から移民してきたよな。移民、なるほど。何を俺らに謝りたいんじゃない。そういうことか。あ、転職してもらったこと許さんけどね。俺は家事やから、俺は決して許さん。あの痛みは本当に痛み、うん、何やったらいいか分からなかったよな。本当だよね。危な、もう本当怖くてコメント欄見れんかった。何言われとるんかしら。牛どうしよう。ニャマト運輸します。ニャマト、うん、ニャマトはニャマトやで。それはダメダメ、いないいないから、うん、ニャマトにやっぱ来てもらう、手作り頑張ってもらうか。ヤマト、お前本当に言うこと聞かないの、お前は。ちゃんと言うこと聞かない。もうじゃなくて、ちゃんと連れてきましたよ。お、アイスー。来た、ようやく。はい。入った入った入った。オッケー。チュッチュしてもらって。あ、そうだね。まあ、こっからっすね。そうだね。うん。やれやれ。名前ついてるね。この子だけは、うん、絶対にやらずに。なるほど。なんかマーキングできんやんの、アンギーズ。牛自体に。ああ、そうだよね。マーキング色変えたりできんの。なんか、あー、できないっすね。あ、そうなの。豚以外もないと思いますけどね。豚やったらサドルつけたりできるやつか。ああ、そうだね。なんもない牛は。牛は耳になんかあのピアスみたいなね。あるやんね、牛の。牛はないっすね。タグみたいな、商品タグみたいな。商品
あ、もう早っ。繁殖能力がものすごく高いね。頼もしいね。はい、やっぱ山育ちなんで、ね、なるほど、頼もしいわ。これまだでも、狩るまでいかないんで、うん、そうだよね、増やしてかんと。そうですね。あれが、そっか、あの小麦が足りないんか。小麦も足りないですね。うん、なんでここちょっと全部一旦小麦に変えようかな。うん、ちょっと額縁って僕いくつあったの。え、そんなんなかった。俺3つしか持ってないわ。あ、でも皮ちょっとあったよね、何気に。あ、皮ありましたよね。ほんと何気に皮あるよね、うん、なんか釣ったりとかさして、結構俺、はいはいはい、拾ってた気がするんだよね。それもありがたい。うん、向こうの村にもなんかあったじゃあったの。ほんと、ほんとだ、13個。あ、60。あ、めっちゃあるじゃん。あ、そんなあった60。はい、60? めっちゃあるやん。だから釣っといてよかったな。まあ、川の馬色なんか作れるんだ。え、そう。あ、そうっすね。めっちゃかっこいいやん。ちょっと色もつけれるんかな。あ、確かに。え、ちょ、つけようよ、それ。つけれるのかな。急にやりたいことが変わってきたな、俺。本当っすね。そうなるの。そっちの方がいいわ。今日。そっちの方が重要ですよ、ね。今日はそっちの方がいい。はぁ、あ、色つかないっす。あ、うわ、色つかんの。うわぁ、マジか。寂しい。ここはつけさせてよ。あの、金ちゃんの仮装大将の金ちゃんみたいでしょ。あげてあげてよ。ないんだ、ないんだ。残念やな、それ。額縁が100個ぐらいできたよ。お、お、すごいね。足りんのかな、それでも。だから、ここら辺はさ、もう一列一緒ならもういいじゃん、これでっていう。なるほど。もうすでに結構ある説ありますよ、これ。ヤマトあそこに呼ぶ必要なかった説。いや、あら、まあ、彼は彼でちょっとまたあそこで頑張ってもらって。そうか。とりあえずこっち面は全部つきましたね。あ、マジで。はい。あ、片面全部つきました。かなりあったね。じゃあ、あとは、まあ、テーマごとに敷き詰めていくだけっすわ。うん、そうね。向こうの村にはもっとある。顔あったかも、ちょっと見ていこうかな。ゼロ。あら、持ってきたんかな。そんなん持ってくる？ほら、ゼロなんで正社員やったっけ。なんかあのガンチちゃんの CM で俺正社員になるみたいなくだりを話した時にっていうやつなのか。なんで正社員って。ああ、で、あれか、村人のなんか職業の話で、なんかそうですね、正社員はモテるとかなんか言ってませんでしたっけ。そうやな。あれは兄貴、だからまず正社員になればモテるんじゃない。ちょっとなるほど。ちょっとモテ度がモテ度が上がるんじゃない。そっか。あ、ないなぁ。いや、エンドの上の世界にも川はねえっすわ。んと、ないんか。種ってあるよ、種。種2個だけある。小麦が作るなら種がねえな。俺3個だけあるけど。その絶滅危惧種やったね、意外と。その辺コップ曲げは。あ、そっか、雑草が生えて、雑草が取れるの取れる。あ、そこに7個ある。あ、そっか、全部コンポスター入れたからと思って。いや、誰次第コンポスターに入れる。そうやな、染み付いてる。まあ、いいことですよね。そうだよね。種植えよ。種植えて、そこ。お、なんか壊したやろ、まあまあ。見た。壊す瞬間見たわ。見た。畑荒らし。腹立つわ。最小限の動きで。ここなかから。ここに何置きましょうね、これ。そうね。一番使うのはこの資材らへんで、ここなんか木製とかにしようかなと思ってたけど。木製庫ですよね。木製庫。原木、木製、うん、加工品。あ、そうだね。そうしようか。はい。あ、そうしよう。エメラルド山の欲しい。ねえ、本当に、うん。それにはもう、トラップを作るしかないね。作るしかないですね。雲を掴むような話だけど、これ。めちゃめちゃ整理されてきた。そうですね。うん。めっちゃいいよ。頭皮って何だ。頭皮向こうで何なんだろう。ねえ。え、頭皮のハーフブロックだけがあるの。原木がね、なんだろう。これ使いましょうか。ねえ。量わからない。そうだね。不安因子。不安因子だよね。こんな量ないと思うけど、ものすごい量あるね。ありますね。うん。なんやこれ。わ、すげえ。ちょっとこんなもんやね。ね、本気出したらね。うん。俺は黙っとるとそういうことや。黙り始めたら、ね、危険な兆候よね。残念だ。うん、ものすごい発展が遂げられてる。熱帯魚ってこれいる？いらないよね。ないな。本当のゴミだもんね、それ。さん、はい、今日はこれぐらいにしましょうか。そうだね。だいぶやったっていうか、もうここ左のね、3つのラージェストが片付いたんで、うん、そうね。あ、本当だね。うん、あともこっちちょっとやるぐらいですからね。いや、ものすごい時間かかっとるねこれ。いやー、今のツケをね、うん、払ってる感じはしますけども。そうだね。これによってかなりワールドが
スッキリすると思うので。そうだね、マジでやっと家を家として使える、うん、寝るためのね、はい、スペースとして使えるよね。そうですね、うん、ちょっとまだ完璧じゃないですけどね、うん、でもおいおいやりながら、うん、まあ、次入る頃にはね、牛もみっちみちになってると思いますので、うんうん、そんな感じで、はい、また明日ですね、うん、そうだね。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで昨日ですね、うん、カズポコクラを見てもらった人は知ってると思うんですけども、うん、なんとこの度カズさんと合同でですね、うん、カズポコ、まあ、題名ちょっと決まってないですけど、うん、カズポコリアルイベントが、取り行われることになりました。あー、すごいね。初の名古屋でのね、うん、公演で、うん、混雑がね予想されますので、うん、お早めのご応募よろしくお願いします。お願いします。すべて動画概要欄にあると思いますので、うん、はい、そちらの、ホームページのリンクから飛んでいって、お申し込みの方、うん、お待ちしております。お待ちしております。